そうだね。シオン君が乗りました。交代で乗って戦うのね、君たちね。いや、おはようございます。今日は11月30日、ラブ&シオン君はもういっぱい家にいます。もう数字を数えるのがめんどくさくなってきました。2ヶ月以上3ヶ月未満ぐらいですか、2ヶ月ちょっとっていうとこですかね。アンズちゃん、アンズちゃんも1ヶ月以上今度ちゃんと数字出しますね。朝なのでめんどくさくなってます。はい、もうすぐ出るかとなるからね。ジュン君はなでなでからスタートですね。はいはいはい、あまらちゃん、あまはい、こっちおいで。じゃあ、はい、おはよう。
夜中から朝にかけてハンモックプロレスをやっていた2人ですが、少しは疲れが来てる？疲れてないね。さあ今度は広いところでプロレスだね。そうか、お気に入りの箱がもうないんだね。そうなんだ。壊れちゃったんだね。常にボコボコにする対象があった方がいいんだね、この人たち。スポンちゃんも気に入って入ってたんだけどね。うん、ちょっとかわいそうだけど。カメラはボコボコにしないでください。シオンくんが穴から手を出さんだよ。大丈夫だよ。伸びてなかった。伸びてなかった。もう一つ。
釣り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 。されました。そういつものこと取りちゃうのね、ひよこね。ひよこね、ジャックことじゃないけど、狙いすぎだね。そう、ジャックはもっとすっごい長いけど、ひよこの、それかラブちゃんが早すぎるのか、どっちなんでしょう。うん、大人になってきたんだよ。そうなの？そろそろ落ち着くよ、きっと。いやー、でもこの人まだだよ。ひよこ、おいで。まだまだ。大人になれ、大人になれ。まだ1歳にもなってないから、まだ。やっぱ3歳過ぎないとね。
はい、あんずちゃん。お水取り忘れちゃった。はい、あんずちゃんだ。あんずちゃん。しおんくんも来たけど、あなたはまだです。ペットをちょっと移動させたら、あれかな。どこかな。なんちゃうかな。やろうか。うん。触ってみてみる。あれ。あ、大丈夫よ。ペットはじゃ。はい、邪魔なものを取りました。どうぞお食べください。よいしょ。はい、そうでした。